皆さんこんばんは。今日はね、ペガサス級っていう戦艦について、あの機動戦士ガンダム出てくるね、これについてちょっといろいろ説明していこうと思います。まあ劇中のガンダム、ファーストガンダム、あれではホワイトベースっていうのが出てくるけど、実際はね、ホワイトベースってあれペガサス級の2番艦だよね。でこの1番艦ってのが実際は一番最初に作られててね、まあ、ほとんど見た目はね、なんか、まあ、この画像がそのペガサス級一番艦なんやけど、まあ、見た目はほとんどホワイトベースなんやけど、まあ、一応あの V 作戦か、これに基づいて同時に開発された戦艦で、まあ、当初はだから RX シリーズのガンダム、ガンキャノン、ガンタンク、これを載せる専用の母艦として作られたんやけど、まあ、でもこれ元々はね、まあ、サイバーフィッシュとかの戦闘機を運用するためになんか宇宙空母として設計されたんやけど、ルーム戦記の後になんか深刻な艦艇不足に悩んだ連邦軍上層部の思惑から単艦対応等を追求したあまりにかなり中途半端な仕様となり、まあ、火力では戦艦以下、速力では巡洋艦と同等かそれ以下、搭載力は輸送艦に劣るものとなった。まあペガサス級だから一番艦、まあペガスは結局まあ中途半端だったっていうのでね、まあ開発はしたけど、まあ戦線に投入するのは見送られたって感じか。まあ、それで結局作られたのがホワイトベースで、まあホワイトベースがだから今2番艦として戦線に投入されるという形になったのか。あれはね結構改良されたってやつね、ペガサスと違って、最初だから中途半端な機体戦艦だったってことやな。まあでも一応なんかね、ペガサスももう体験突入能力とか離脱能力は一応持ってたらしい。ただね、故障とかの結果しやすいっていう欠陥もあって、まあそれでね結局見送られたっていう。まあ実際だからあのもう作られただけで終わったっていう幻の戦艦か。まあ、だから意外となんか知られてないの、ホワイトベースってだから2番艦ってことよね、だからペガサス級のね。そういうことです。まあゲームの野望とかやったことがある人は分かるやろうけど、何、まあ今日はこれで、はい。